箱穴に入らないので、作り罠を仕掛けた。二週間目で、捕獲。三箇所仕掛けて、最後の罠で、捕獲しました。 全部のくくり罠の周りにくりのみを巻いてます。 一箇所目。ここが本命でした。弾いてませんね。 二箇所目。栗の実を巻いてます。 三箇所目、イノシシがかかってます。カズラに巻きついて身動きが取れず、生きえてますね。ハエがイノシシの身体にたくさん寄ってます。イノシシを処理すると、どこにいたのか、ハエが必ず来ますね。イノシシの嗅覚よりすごいかもね。